おいで。行け。はい。なんだよ。きっちゃん。行け。うん。シロちゃん、おい、おい、おいで。おいで。カッパちゃん。うん。暖かいで。心筋梗塞、脳卒中など引き起こす恐れがあるのがヒートショックです。寒いにゃ。ご覧の方特に要注意。肥満の方、寒いか。おいで。上においで。はい。で、お風呂に入って高齢者のこれは年間交通事故の死亡者数のおよそ2倍の数字に当たるということなんですよね。非常に警戒しないといけないヒートショック。対策としては、入浴前、脱衣所や浴室を温めておきましょうと。一気にこう寒いところから、特に外が寒いんで温度差が出るんで、うん、ね、心拍とね、若い頃の記憶でね、防空浴有名から立ち上がったりするとね、自分の実年齢忘れたりしてもね、ばっちゃん、ね、脱衣所とまた摩擦寒いんですから、大概これ一番良くないことは寒いのは、カッパ、うん、なんで降りると、カッパ、こんなデータがあるんですけど、お部屋の室温はどうなっているのか、実は温暖地の都府県ほどですが、ただ WHO 世界保健機関は健康のために室温を18度以上にすることを強く勧告しているということなんですね。これは何ですか、例えばリビングの平均室温アンケートを取ったっていうのが、はい、北海道の方が、はい、まあ、確かに北海道の方は皆さん家の中をめちゃくちゃ多分半袖でアイスがよく売れてみたいな聞きますが、本当にそうなんです、データで言うと、まあまあ、その、なんていうんですか、隙間風が入らへんよ、そうですね、カ